もカレーの味が。うまい。こんにちは。こんにちは。はい、長谷川さん、今日はネット前にいますので、はい、ボレーか何かですか。そうですね。今日は、ボレーの体の前さばきっていうのを解説したいと思います。はい、ちなみにあの前さばきって何でしょうか。私にとって前さばきっていうのはこの左肩と右肩、ここですね、この間で取ることが前に取るということになると私は考えます。はい、ありがとうございます。これの取るところですね。はい、ということで、それを具体的に、はい、やるために気をつけることとかポイント、はい、ありましたら、はい、お教えしてください。ポイントは例えば打点が斜め前になる場合は体の向き、この肩のラインっていうのは斜め前に向くということです。例えばバックであればこう斜め前に取るんだったらこちらに向くということです。決してこう打点と当てる場所と体の向きが一致してないとこうよくあるこうかぶっちゃったりとか、ここはもうこうかぶっちゃったりとかしやすくなるんで、しっかりボールをある場所、打点、捉える打点を向ける。例えば真横で打つんだったら真横、バックもないですね、真横で取るんだったら真横、ちょっと例えば上で打つんだったら若干上に向くようにすると非常に効果としては力がちゃんと伝わる、そして正確にボールを捉えることができるっていうメリットがあります。はい、では実際に、ラケットを使わないで、はい、はい、そういう方法があるということですので、はい、それをちょっと実際見せていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ実際にですね、体の前さばきを覚える、ちょっと下準備というですかね、そういう練習をしていきたいと思います。どうするかというと、片方の人にボールを投げていただいて、取る人、こっちの人は両手でボールを取ります。それで体の前でキャッチをしていく。例えば右側に来た場合は体を右側に向けてキャッチ、左側に来た場合は左側に向けてキャッチ、両手でキャッチします。じゃあ実際にやってみます。左に来たら左キャッチ、もうこれをやるときはしっかり体をボールに向けてキャッチ、まあこれが一番しやすいと思います。結構両手でキャッチするのもこうやって取る方って不自然だと思うんですね。これおかしいんで、自然に多分右に来た場合はこう向く、だからこれが体の前です。左側にした場合はこれが体の前になりますので、これを実際にね、ラケット持ってやっていくと、体の前さばきを覚えていると思います。じゃあ実際に今ラケット今度持ったんで、ラケット持ってねやっていきます。お願いします。両手でボールをキャッチするイメージで、キャッチするイメージをすることによって膝とかもこう柔らかく使えるんで、しっかりと安定したこうボレーが、身につきます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、実際に、ね、ボレーの、はい、キャッチからラケット使って、はい、そのイメージで打ってもらうっていうのを見せていただいたんですけど、はい、実際にやっていただいて、はい、気をつけるところのポイントとか、はい、追加でありましたら。ですね、気をつけるというか、非常にこの練習するとですね、こう両手でキャッチする練習してからやると非常にやっぱりボールが見やすいですね。結構顔が離れちゃったりするとボレーうまくいかないんですけど、すごい丁寧にこうやってボールをキャッチすると、それをやった後にボレーとかするとしっかりボールも見やすくて正確にボールを捉えることができるんで、ちょっとボレー当たらないなっていう方なんかはこうやってキャッチボールをキャッチする練習してから実際にボール打っていただくとかなりボレー当たるようになるんじゃないかな思います。おすすめです。はい、はい、ありがとうございます。実際ね、ボールをキャッチするときに、はい、ボールを見ないとやっぱり取れないと思いますので、はいはい、それがやっぱりラケット持ったボレーにも生きるのではないのかなと思いますので、はい、実際に最後までボールを見る、最後まで取るところを見るってところを意識すると、今みたいにしっかりしたボレーが、形ができるんじゃないかなと思いますので、はい、皆さんも実際、できない人はボレーのキャッチ、はい、ボールのキャッチをしてからボレー、はい、行くような形をしていただけるといいかなと思います。皆さんぜひ、試してみてください。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。